肝付町役場内野浦総合市所前、第二に有明橋国の松原付近大崎町、渋志市井宮崎県、鹿児島県京区島市宮の浦国道448号は、鹿児島県指宿市から、宮崎県宮崎市に至る、一般国道である。鹿児島県の区間は1982年に、宮崎県の区間は1993年にそれぞれ、 県道の昇格という形で指定された。総延長 249.4km のうち、実延長は 119.1km と、大部分は、国道269号と国道220号との徴用区間となり、実質的には、鹿児島県近郊町上元から、宮崎県日南市南郷町東町に至る路線である。鹿児島県内の路線は、 かつての主要地方道くしらう浦大根締め線と一般県道大崎浜み線が1982年に指定されたものである。宮崎県内の路線はかつての主要地方道といみさ福島線、主要地方道日南な井線が1993年4月1日に指定されたものである。近郊町上元から国道269号と分かれ大隅半島を横断し、 木も町岸寮で太平洋側に達する。その後は海岸線沿いを北上し、大崎町で国道220号に合流。宮崎県串間市街から再び単独区間となり、都井岬崎や甲島周辺を通過、日南市の南郷駅前で再び国道220号に合流し、宮崎市の立花通りで終点となる。串間市、都井、宮崎市間には、 日南フェニックスロードの相性がある。大崎町串間市の重福区間では、国道448号の標識が、国道220号のものと同時に設置されているのに、対し、日南市北では、国道220号のみとなる。 一般国道の路線を指定する政令及び一般国道の指定区間を指定する政令に基づく一般国道448号の概要は以下の通り。近郊湾を挟んで薩摩半島側のイブ市山川港から対岸の大隅半島側の南大隅町伊座敷港の間は国道269号と重複する海上区間である。 1965年から、近郊湾フェリー株式会社が、この2港を結ぶ、フェリー路線を運行していたが、1980年に、同社は、南海優先に九州合併された時に、同航路も廃止されたため、現在では、山川港と伊座敷港を直接結ぶ、海上航路は存在しない。近隣航路として、2005年12月から、 山川港と南大隅町のねじめ港を結ぶ航路が、鹿児島商船によって、フェリー就航されるようになり、2014年現在は、南急船舶のフェリー南9月1日4便、運航する。平日24時間交通量単独区間及び、大崎町久島市間の国道220号、重複区間のみ。ありがとうございます。